とこんにちは、始まりました。川西美希です。今回はドラッグストアで買えるものだけで夏の崩れにくいオレンジメイクをしてみました。今まで使ってこなかったコスメだったり、あと最近発売された新しい激推しの可愛いコスメとかもあるので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでメイクしていきたいと思います。で、今日のコンタクトなんですけど、もうつけちゃったんですが、古川優香ちゃんプロデュースのこちらのメイメのハンバーグブラウンというカラーを使ってます。つけてみるとこんな感じ。ちょっとライトが目に入っちゃって分かりにくいんですけど、めちゃくちゃナチュラルで、でも縁が少しだけブラウン濃くなってる感じかな。可愛いし、すっごい使いやすいカラーです。はい、で今回使うもの、こちら薬局行って良さそうなものだったり、今まで使ってて良かったものとか、プラス新しく発売されるものとかもあったので、そちらをゲットしてきました。今回夏のオレンジメイクということで、崩れにくい下地を使ってベース仕上げていきます。まず下地はこちら、サナの毛穴パテ職人毛穴崩れ防止下地です。こちらは税込みで1650円でした。で、これウォータープルーフで SPF50+PA4+ 入ってます。夏にぴったりって感じの下地ですね。で、これしっかり振りまして、手に取ってみるとこんな感じ。私が普段使ってるソフィーナプリマビスタの下地、ちょっと横に並べてみるとこんな感じなんですけど、ソフィーナが乳白色でちょっとベージュ入ってるかなって感じで、こっちのサナの方はピンクベージュっぽい感じ。それではこれ塗っていきます。もともと人気商品だったと思うんですけど、この毛穴パテ職人っていうところの下地とか化粧品をあんまり使ったことがなかったんですけど、めちゃくちゃ崩れにくくてびっくりしました。最近いろんな化粧下地使って化粧崩れどんな感じか見てるんですけど、私の中ではすごいしっとりしているわけではないので、乾燥肌の人だったり、あと冬とかに使うと少し乾燥しちゃうんじゃないかなって思いました。使い心地ソフィーナプリマビスタに結構似てるなって思った。はい、今こっちの右半分塗ってみたんですけど、こんな感じです。がっつり肌補正っていうわけではないんですけど、ほんの少し色がついてるので、少しだけ肌補正をつけてくれる感じかな。で、香りがね、少しだけ入っていて、でもそんなに気にならない感じの香りです。こっち側にも塗っていきます。前の動画でも言ったんですけど、最近ほんと化粧崩れが激しくて、やっぱり夏になると油分がほんとに多く出ちゃうので、1時間とか2時間化粧直しなしで普通にいるだけで、結構鼻周りテカテカになっちゃって、人様に見せれる顔じゃないなって思ってるんですけど、でもこのサナの毛穴パテ職人使うようになってから化粧直しする回数が減りました。マスクしててもね、めちゃくちゃ崩れにくいんですよ、これ。すっごい優秀で、この毛穴パテ職人の下地、他のタイプも買ってみたんですけど、まだ全部試していなくって、一つ試したのがこちらのサナ毛穴パテ職人毛穴崩れ防止下地のシアーパープルというカラー。これよりももっと肌補正かけてくれて、かなりトーンアップさせてくれるやつなんですけど、こっちのノーマルタイプよりテカりやすいなって私は感じました。もちろんね、その時の肌とか、あとはホルモンバランスとかでも油分の量変わってくると思うんですけど、こっちの方は私的には崩れやすいなって思ったので、今回はこちらのね、毛穴崩れ防止下地の普通のノーマルの方を使いました。あともう一つ毛穴パテ職人のまだ使ってないんですけど、サナ毛穴パテ職人テカリ防止下地っていうやつ。これもウォータープルーフなので結構崩れにくいんじゃないかなと思って、ちょっとまた試してみます。下地全体に塗りました。で、いつもならこの後すぐファンデーションに行くんですけど、まあ、夏で最近毛穴落ちがちょっと気になるっていうことで、さらにテカリにくくしてくれて、あと毛穴が気になっている方におすすめなのはこちら、エテュセのフェイスエディションプライマー4オイリースキンっていう、パッケージリニューアルして分かりにくいんですけど、こちらのオイルブロックベース、これのリニューアルバージョンですね。これすごいやっぱりおすすめなんですけど、夏限定で発売しているこちらのエテュセのフェイスエディションプライマー4ベリーオイリースキンっていうブルーのタイプ、これ塗った瞬間にすごいスーッとしてテカリを抑えてよりにくくしてくれて、あとね、塗った瞬間にスースーします。これもね、夏結構いいかなって思うんですけど、今回使うのはこちら、ビセリシェの T ゾーンマットキープ部分用化粧下地です。手に取ってみるとよくあるような白い下地で、こんな量多く取る分じゃないんですけど、塗ってね、伸ばしてみると結構伸びがいいです。で、これ使い方としては、化粧下地を塗った後に少量手に取って、毛穴だったりテカリが気になる T ゾーンに塗って伸ばす。そうするとよりにくくしてくれて、かつ毛穴のね、この凹凸を目立ちにくくさせてくれます。こういう系の毛穴の凹凸カバーしてくれる下地、いろいろ発売してると思うんですけど、ムースっぽい感じのやつとかで毛穴の凹凸はカバーしてくれるけど、でも結構横揺れ耐久性がないやつ、塗ってもこうピタッて
って肌にくっついてくれるっていうよりはサラサラするだけで上からファンデーション塗ったら意外と崩れるなっていうものが多いんですけど、これは肌につけて伸ばしてしばらくすると結構肌にピタッとくっついてくれる感じがするのでよれにくそうだなと思ってちょっと今回使ってみました。ムースっぽいっていう感じではないんですけど、伸ばしていくとピタッと肌にくっついてくれます。でこれは SPF20PA2+ も入ってます。はい、そして次ファンデーションです。ファンデーション薬局で買えるもので結構いいもの多いからいろいろ迷ったんですけど、今回は私が大好きなこちらチフレの UV リキッドファンデーション S を選んでみました。私が選んだのは43番のイエローオークル系のカラー、こちらは 30mm で SPF35 の PA3+ 入って税込みで935円です。過去に私チフレ縛りの動画やったんですけど結構いいものが多くて、でその時もファンデーションこのリキッドファンデーション使ったんですけど、多分ちょっとパッケージが変わったのかな、それじゃなかったですね前は。でこれ2層になってるタイプなのでちゃんと振ってから使います。これ本来は化粧下地とあとパウダーで抑えるっていう役目もしてくれるそうなんですが、今回私は下地も塗ったしあとパウダーで後から抑えていきます。ちょっとすいません。でこれ手に取って顔に塗っていきます。試したんですけどちょっと色が暗いかもしれない、良さそうかな。でこれ水汗皮脂に強くて化粧崩れしにくいタイプのファンデーションで、手に取ってもらうとねすっごいわかるんですけど、すっごい薄く伸びてあんまり塗ってる感がないというか厚ぼったさが全くないです。で持って伸ばしてこんな感じで叩き込んでいくと肌にピタッとくっついてくれるので、このファンデーション結構好きで一時期よく使ってましたね。カバー力結構あるケイトのファンデーションとかもどうかなって思って手に取ってみたんですけど、この時期だとよれやすい感じなのかなと思って今回はこちらのチフレにしました。ちゃんと赤みとかも結構カバーしてくれますね。で一年中そうなんですけど特に崩れたくないっていう時とかはしっかりと指を使ってこんな感じで細かく優しく叩き込んであげると肌にピタッとくっついてよれにくくなります。これはファンデーションを塗る上でも絶対に欠かせない行為ですね。まあ、クッションファンデの時とかはそのままパフで使ってパタパタ叩くんですけど、どうしてもこの時期崩れやすくって、私みたいな皮脂の分泌がすっごい多い人は顔がドロドロになっても誰にも顔見せられないっていう感じになっちゃうので、しっかりと叩き込んでベースを仕上げていきます。ファンデーション塗ったら次はこちらロージーローザのシフォンタッチスポンジ N のダイヤ型、こちらを使って余計なファンデーションだったりとかあとねファンデーションを均一にしていきます。こちらのスポンジ税込みで352円で洗って何回も使えるタイプなのでちょっと洗ってきました。でファンデーションも結構赤みとかカバーしてくれるんですけど、クマとかを隠すためにこちらセザンヌのパレットコンシーラーを使っていきます。こちらは税込みで748円でした。でこちらのパレット左からくすみ、クマ、シミという感じで欠点をカバーしてくれるコンシーラーで、私はクマが気になるので真ん中のカラーを取って目の下のここ三日月コーナーのとこですね、目の下にこんな感じで入れていきます。で塗ったら指を使って優しくなじませていきます。でこれブラシで取るタイプなんですけど結構柔らかめのコンシーラーになっててすっごいね肌に馴染んでくれるんですよ。こういうパレット系って結構固めなやつとかも多かったりするんですけど、これはねすっごい柔らかくて馴染んでくれます。熊のビフォーアフターこんな感じです。反対側にも塗っていきます。クマ塗るときこのね三日月コーナーに塗るんですけど、これより上に塗ってしまうと時間が経ったときにシワが目立ちやすくなったりするので、この下のところだけ塗るのがポイント。たまにめんどくさいときとか指でやっちゃうから全然ここにね覆いかぶさったりしちゃうんですけど、ここに塗るとクマがカバーできます。で一番左のくすみを飛ばしてくれるカラーもブラシに取って鼻の横の際のところに入れていきます。ここに入れると鼻がちょっとちっちゃく見えたり、あとほうれい線が気になる方とかはちょっとほうれい線を目立ちにくくしてくれる効果があります。でもこの際鼻の溝のところに入れすぎると時間が経った時にここにファンデーションが溜まってちょっとよれたりとかするので、スポンジを使って少しね量を調整します。でコンシーラー全体に塗ったら次はパウダーです。でパウダー最近使っているこのエテュセのフェイスエディションパウダー、このパウダーも結構お気に入りなんですけど、今回はちょっと久しぶりにこちらセザンヌの UV クリアフェイスパウダー使っていきたいと思います。これ一時期めちゃくちゃ使っていて激推しだったんですけど、最近あんまり使わなくなったなと思って懐かしくて買ってみました。こちら私は01番のライト明るい肌色を使ってます。でこれ SPF28 の PA3+ 税込みで748円でした。これをこれに取ってこれを付属のパフに取ってで塗っていきます。でこれめちゃくちゃパウダー細かいんですけど、一回手の甲にちょっとなじませて全体につけていきます。本当に肌補正がすごい、すっごい薄いなんか来た薄いねベールをまとってカバーしてくれるんですけど、メイク落としなしでも洗顔だけで綺麗に洗い落とせるぐらいかなり薄いパウダーになってますめっちゃ可愛い
猫来た。やっぱ綺麗だなこれ。でもカバー力もそんなになくって、特にすっごい崩れにくくしてくれるとかではないので、この時期使うのどうなんだろうって感じなんですけど、ちょっと久しぶりにこれを使ってみたくて買いました。でこれ系のちょっと肌を綺麗に見せてくれるふんわりしたパウダーで、他にもねお気に入りあるんですけど、リップスとかでもレビューしたこちらのメディアのパウダー、これなんかこんな感じになってるんですけど、これはセザンヌよりも少し固めのパウダーになってるんですけど、ほんの少し肌補正をかけてくれる感じ。これもねすっごい綺麗で薄く伸びるんですよね。でもこっちの方がどちらかというと少しピタッと肌にくっついてくれるかもしれない。でこれはプレストパウダー AA ルーセントっていう透明タイプのパウダーで、こちらパフ付きの税抜きで、詰め替え用だけで650円で、ケースが別売り350円で合計1000円でした。なのでこのセザンヌの UV クリアプレスパウダー、ケース付きで税込み748円ということで、値段可愛いしすごい使いやすくて、やっぱすごいなって思いました。こっちの方がちょっとツヤっとさせてくれる感じかな。どっちもプチプラの中ではお気に入りです。さっきのチフレのファンデーション、上からパウダー塗らなくてもいいとは言っていたんですけど、特に暑い夏とかは化粧が乾燥した時に顔を触って肌がペタペタする感じ、私すっごい嫌で、特におでこはしっかりとパウダー塗っていきます。はい、パウダー塗って肌サラサラにしたら、シェーディング代わりに先ほどのちょっと濃いめのカラーを使ってで顔を削っていきます。でキャンメイクのシェーディングとかもすごい好きなんですけど、やっぱりシェーディングってふんわりつけたいということで、粒子の細かいこのパウダーが結構シェーディング代わりにいいかなと思って今回こちらを選びました。私は結構ナチュラルなカラーでシェーディング入れたいので、セザンヌの02番のカラーでシェーディング入れていきます。ブラシはプチプラじゃないんですけど、入れるところはおでこのところ、ここから3の字と逆3の字にこう描くような感じ、チュンチュンってこの頬の削れるところを入れて、でまたこんな感じ。顎だったらここの余計なところを取りたいので、こんな感じで入れていきます。こうですね、 V の字に顎がしっかりなるように入れていきます。でここだけだとちょっと目立っちゃうかなと思うので、首のこの下の方にも入れていきます。はい、そしたら次チーク。チークはですね、今回かなり迷って撮影するときに決めようって思って3つ買ってみました。まず1つ目はこちら、カネボメディアのブライトアップチーク NOR02 番のオレンジ系。これね、使ったときにブラシでフッてやるだけでめちゃくちゃ色がつくんですよ。でしっかりと発色してくれます。かわいい。でも指で取るとポンとアイシャドウ張りにねついてくれる、結構濃いめの発色でも、オレンジメイクにすごいかわいいなって思って、これまず一つ買ったのと、二つ目はこちら、キャンメイクのパウダーチークス PW25 番。こちらはシュガーオレンジというカラーで税込みで605円でした。でキャンメイクのこのパウダーチークスのシリーズって結構パウダーがね固めになっていて、ブラシで取る時も少し削って取るっていう印象で、で塗ってみるとかなりナチュラルに発色してくれる感じ。さっきみたいにものすごいパンっていう発色はあまりしなくて、ふんわりふんわり色づけてくれる、本当に可愛らしいし失敗しにくいチークです。でさっきのメディアのチークよりフレッシュなオレンジっていう感じで、かなり華やかに顔を見せてくれるカラーです。そして最後3つ目はこちら、キャンメイクのグローフルールチークス03番のフェアリーオレンジフールというカラー。こちらは税込みで880円でした。でこちら全体ぐるっと取ってもいいし、このワンポイントのカラーとか2つのカラーだけこんな感じで使ってもいいっていう、結構自由自在な感じのカラーになっていて、でこれもパウダーとしてはちょっと固めかなっていう印象なんですけど、こちらもねふんわりと色づけてくれます。で他の2つは結構オレンジっていう感じなんですけど、こちらのカラーはピンクっぽさもあるようなカラーで、これはパウダーとラメが入っているので少しだけ華やかな感じで明るく見せてくれます。ということで、どうしようかな、全部つけても可愛っぽそうなんですけど、まずこちらのキャンメイクのパウダーチークス PW25 番をつけてみたいと思います。でブラシはロージーローザのエンジェリッチブラシフェイク&チーク。このブラシ形がねすごい可愛くて使いやすい。これでちょっと削るようにチークを取って、今回ちょっと内側に入れつつ外側に伸ばす感じ。いつも結構上に向けがちなんですけど、今回は斜め下に向けていきます。うん、めっちゃナチュラル、結構削ってるんですけど、でもそれでもこんな感じでふんわりとついてくれます。うん、かわいい。でこれもねパールがちょっと入ってるので少しだけツヤっぽく見せてくれる感じかな。そしたら次にメディアのチーク。これブラシが結構形が良くてですね、ちょっとこちらのブラシ使っていきます。でこのまま入れるとかなりボンってなっちゃいそうなので、一回手にワンバンさせるかとしてから入れていきます。でこのねブラシの形自体が少し楕円型に入れてくれる感じなので、それを活かしてさっき入れたとこの中央に入れつつ横に伸ばします。やべワンバンするの忘れたこういうことになりますね、ワンバンしないと。めっちゃ濃い。でもね指で結構ぼかせる感じかも。でもそれでも超濃いね。先にこんな感じで塗って、さっきのメディアのパウダーをブラシに取ってこの境界線をぼかしていきます。やっぱパウダーって
こんな感じでも使えるから本当に便利。境界線ぼかすとグラデーションっぽくなるので、すごくねボーンって感じに見えなくって綺麗に見せてくれます。やっぱこのメディアのパウダーもすごい綺麗。そしたら次はハイライト。今回使うのはこちらセザンヌのパールグローハイライト02番ロゼベージュというカラー。こちらプチプラの中では大人気のハイライトだと思うんですけど、税込みで660円です。セザンヌ天才なんだよな。手に塗ってみるとこんな感じ。何回も重ねるとねすっごいギラギラする感じですね。で最近私自分の顔がめちゃくちゃ気に食わないなって思ってメイク研究してたんですけど、気づいたことが一つあって、鼻先が大きくってで鼻の根元のところが全くないんですよ。でこれが結構コンプレックスでもあるんですが、鼻先がない人特に今回ね耳かっぽじって聞いてほしいんですが、ここのね目頭にハイライトつけるときに私中指を使ってドーンって結構範囲広めに置いちゃってたのね。でも鼻先がない人は特にここの目頭のところを範囲狭めに塗るのがおすすめです。で指で塗ると結構範囲広めになっちゃうので、ブラシを使って今回は塗っていきます。でブラシもこういうタイプ、ピンポイントで塗ってくれる平たいタイプか、あとはちょっとこれファンの方にいただいたんですけど、ハーシーズとエチュードハウスのコラボ、先がね丸くなっててピンポイントで塗ってくれるタイプ、こういうものを使うといいです。ハイライトブラシにとって目頭のこのくの字のところに塗っていきます。塗ったら少し指でぼかす、で自分の好きなハイライトの濃さを作ります。ビフォーアフターこんな感じです。今まではこのぐらいまでこう入れちゃってたんですけど、ここまで入れてしまうと鼻先こんなに大きいのに鼻のこの根元が結構狭めに見えちゃいます。でどういう鼻になるかというと、三角状の鼻先が結構大きく見える印象になっちゃいます。で可愛い人とかトワイスちゃんとか見ると、鼻先と根元のところの太さが結構均一にシュってまっすぐなってるんですね。なのでハイライトによってここの鼻先をね結構狭く見せちゃってたから、しっくりこない顔だなってずっと思ってたんですけど、このね鼻先のハイライトを狭めにしたら意外としっくりきました。ということで反対も塗っていきます。こんな感じでね狭く塗ったら、ふんわりとしたブラシでハイライト取って少しフッとしてから延長線上のところにもハイライト入れときます。でこのセザンヌのハイライトは結構ギラリンとした感じなので、指で取ってボンってつけすぎちゃうと少しギラリンギラリンしすぎちゃうかなという印象なのでね、ふんわりとしたブラシとかで頬の高い位置とか入れてあげると綺麗に見えます。この目の下のところと、あとチークの上部分に重なる感じでハイライトつけます。そしたら次ここの付け根の部分にハイライトつけるんですけど、さっき鼻の先と同じぐらいの太さにするって言ったんですが、ここの部分は私の場合鼻先が結構大きいので少し横広めにつけていきます。ブラシにハイライト取ってまっすぐに入れていきます。で入れる部分、この目の横同じ位置ぐらいからここぐらいまで入れます。鼻先にちょんと入れて、ここの部分は結構つるりんとかなりギラギラしてていいんですけど、こっから上の部分、ここをねギラギラさせすぎるとちょっとテカリ要素が強いかなと思うので、少しふんわりとした筆、この付属のブラシとかでもいいですねを使ってここに入れて T 字に伸ばします。でハイライトって実際によくテカる部分、油分が多い部分、例えば鼻のこの横の部分とかにつけすぎるとそれはテカリだと判断されてしまうので、なのでこの T 字のここの部分って実際にテカる部分だから、あんまりツヤツヤさせすぎないことが大事なのかなと思って、指とかではなくふんわりとしたブラシでつけてナチュラルに仕上げます。そしたら次は眉毛、こちらのビセリシェのアイブロウパウダー BR1 番です。こんな感じのカラーで、ちょっとブラシなくしちゃって、私がプロデュースしたパーフェクトシェーディング&アイブロウのブラシ今入れてるんですけど、眉毛を描くとき最近使ってるのはフーミーのブラシ、これちょっとね薬局で買えないものだ、ごめんなさい。こちらで真ん中と明るいカラーを取って眉毛描いていきます。眉頭ちょっと離してこんな感じで形作っていきます。最近ずっと自分が作ったやつばっか使ってたんですけど、これ久しぶりに使いましたね。眉尻までこんな感じでふんわりと入れたら、残りのパウダーで眉頭も描いていきます。メイクするときめちゃめちゃ顔変わるから眉毛このままでええやんって思ってたんですけど、メイクしたときに左右対称にするのが苦手すぎて、まだ施術はしないんですけど来週眉アートのカウンセリングに行ってきます。ちょっとまた動画かインスタとかでレポしたいと思います。ついにこの眉毛からおさらばできると思うとめちゃくちゃ楽しい。こんな感じでふんわりと形作ったら、こちらの細めのブラシを使って一番濃いカラーを取って、この眉尻のところをプラスしていきます。はい、そしたら次ノーズシャドウ入れます。一番暗いカラーをブラシに取って、鼻先 V の字になるようにこんな感じで入れていきます。でこのノーズシャドウを入れるときに手持ち鏡近めの距離で見てしまうと結構分かりにくいなと思って、手をポンって伸ばしたここぐらいの距離で見てあげるとすごい分かりやすいです。机とかに大きめの鏡置いてあるといいかな。
こう V の字にねシェーディング入れてあげて、鼻先がねちょっとだけキュッとした印象になります。で鼻先 V 入れたら、この鼻の下ここのところにもちっちゃい三角をここに描くように入れます。下向きの三角、鼻先のここが影になってるような感じで入れます。鼻下の三角は自分の鼻の形によって入れてあげるといいと思います。はい、そして少し大きめのブラシ取ります。これもう薬局で買えないんですけど、これ100均ですね。セリアのアイシャドウブラシ L っていうやつです。これアイシャドウとかにも使いやすいし、あとこんな感じでこの唇の下のシェーディング入れるときも使いやすいです。くぼみになったからにこんな感じでさっきと同じく一番明るいカラーを入れます。ここに入れてあげると少し顎が前に出たような感じ、プラス唇がぷっくりしたような感じに見えます。範囲広めっていうよりはこの唇の下、ここですね、この部分だけにこんな感じで入れる。はい、そしたら次に順番ぐっちゃになっちゃったんですけど、眉マスカラしてきます。眉マスカラはキャンメイクのカラーチェンジアイブロウ04番、これはモカベージュというカラーで550円でした。で私普段これも薬局で買えるんですけど、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウの03番アッシュブラウンっていうカラーを使ってて、これと同じぐらいの明るいカラーってあんまりないんですけど、かなり明るいカラーです。使い心地はこっちの方がパキパキする感じで、キャンメイクの方が少し液っぽいかなって思いました。でこれを眉毛の毛流れと反対方向に向かってつけていきます。最近ちょっと顔がやぼったいなって思ってたんですけど、なんだろうって思って過去の写真とかとね見比べて、これもまたメイク研究みたいな感じでしてたんですけど、眉頭が結構濃いんだなって思って最近眉毛脱色しました。そしたらちょっとやぼったさが抜けたので、定期的に眉脱色してあげようって思いました。はい、で次はアイメイクです。で今回アイシャドウ何にしようかねすごい迷って、これも2つ買ってきました。1つ目はこちら、ケイトのデザイニングブラウンアイズ BR の2番、税込みで1320円でした。でこれサイト見たら8月1日発売って書いてあったんですけど、多分先行でかな、普通に売ってました。中のカラー4色入っていて、ハイライトカラーとオレンジ味があるブラウン、そしてコーラルオレンジダークブラウンという感じです。で私このアイシャドウを見た時に、このオレンジっぽいブラウンカラーめちゃくちゃ好きだと思って、この下まぶたの三角ゾーンに入れることによって結構ナチュラルな垂れ目作ってくれるんじゃないかなと思って買いました。でこれともう一つ買ったのはこちら、セザンヌのトーンアップアイシャドウ08番のハニーブラウンです。こちらは税込みで638円で7月21日発売の新色です。私セザンヌのトーンアップアイシャドウ02番でもはや止まっているんですけど、08番までも出てるんだ。ちょっとオレンジ味がかったイエベさんとかに合うようなカラー、すごい可愛らしいです。でこれどれ使おうかなって迷ったんですけど、こっちのケイトの方は絶妙な私が好きなベースカラーがないので、ベースカラーはこっちのセザンヌ08番の真ん中のカラー使っていきたいと思います。でちょっと最近使ってなかったんですけど、アイシャドウベースでこちらキャンメイクのラスティングマルチアイベース WP、 これを使っていきたいと思います。こちらは税込みで550円っていう天才のアイシャドウベース、手に取ってみるとめちゃめちゃ固めになってます。もはやこれ使って毛穴埋めてもいいんじゃないかぐらいのレベルなんですけど、まあ、ちょっとそれはやめといてまぶたに塗っていきます。でかなり量は少なめで大丈夫なんですが、1回に出す量結構難しいで、範囲広くしちゃうとちょっとこっちのファンデーションとかよれちゃうので、そこだけ注意が必要です。で結構プチプラのアイシャドウ発色が結構薄めで時間が経つと取れちゃったりすることが多いので、こういうアイシャドウベースつけてあげると持ちが良くなります。で伸ばすってよりはちょっとポンポンポンっていう感じで目元なじませてあげると、周りのファンデーションとか先ほど塗ったものに影響が出にくいかなと思います。でこのアイシャドウベースはラメとかパールなし、無色透明なタイプのカラーです。そしたらこちらのセザンヌの08番の真ん中のカラーを先ほどのセリアのブラシにとってアイホールに入れていきます。かわいい、めちゃくちゃ可愛い。さっきのアイシャドウベースを塗ったことによってさらに発色が良くなってますね。これはチークと色が合いますね。アイホール全体に入れたら下まぶたの目尻にも少しふんわりと入れてあげます。ベースカラービフォーアフターはこんな感じです。で次にこのハイライトカラーを指にとって、目頭の方からこんな感じでさっき塗ったところの上にかぶさるように、グラデーションとしてかぶさるように入れます。あ、このカラーも可愛い。先ほどとのビフォーアフターこんな感じです。いや、このカラー可愛いぞ、めちゃくちゃ好きだ。はい、そしたら次にケイトのこちらのカラーを横から見ると細めな感じのブラシにとって、目尻側から内側にぼかすような感じで入れていきます。まるで同じアイシャドウなんじゃないかって思うぐらいマッチする、可愛い。で下まぶたにもさっきより範囲狭めに入れます。ケイトプラスしたビフォーアフターはこんな感じです。そしたらさっき絶賛してたこのオレンジっぽいブラウンカラー、これをブラシにとって下まぶたの目尻結構オーバーめに塗っていきます。
でここはねオーバー気味に塗っても意外とメイク完成させた時に結構ナチュラルに馴染んでるんですよね。この状態で外出たらただのヤバいやつなんですけど、結構幅広めで下まぶた塗ります。遠くから見るとこんな感じで、アイシャドウ何種類使うんだよって感じなんですけど、涙袋にはやっぱり私はセザンヌトーンアップアイシャドウの02番ローズブラウンがね肌色的にもすごい馴染んでくれるなと思うので、こちらを涙袋に入れていきます。でさっき下に入れたここのオレンジカラーがグラデーションになるように目頭からこうやって涙袋側に向けて塗っていくとグラデーションになって少しナチュラルになります。はい、こんな感じで両方入れたら涙袋の影入れます。細い方のブラシを使って真ん中のカラーを取り、手の甲にバンバン刺してから影を入れていきます。影のビフォーアフターこんな感じ。次にセザンヌの08番の一番濃いカラーをブラシに取ってアイライナーの導線みたいな感じで黒目の上ぐらいから目尻にかけて影を入れていきます。で目尻は結構はみ出させたいのではみ出させて入れます。この目尻はシャドウを使ってしっかりとナチュラルに垂れさせた方が可愛らしくふんわりとした印象に見えます。で今回買ったシャドウの中にガッツリとしたラメが入っていなかったので、こちらセザンヌのシングルカラーアイシャドウ04番、こちらは税抜きで400円です。これを指で取ってでアイホールの真ん中に入れていきます。アディクションとかである感じのラメをこの金額で出しちゃうっていう、叶わないですよね本当に。ラメ感の質とかはね全然違うんですけど、いやすごいなって思う。これを真ん中のところに入れて少し立体的に見せます。そしたら次にビューラーをしていきます。ビューラーはこれ限定なんですけどヒロインメイクのもの、これがねすっごいしっかりとジューンと根元から上げてくれます。ちょっと何段階かによってカーブをつけてあげるとめちゃくちゃ綺麗なカールができます。ビューラービフォーアフターこんな感じです。で次アイライン描いていきます。アイライナーはこちらヒロインメイクのスムースリキッドアイライナースーパーキープ02番です。こちらはビターブラウンというカラーで税込み1100円。これパッケージこんな感じで泣いても密着って書いてあるんですよ。いやいや嘘でしょって思うじゃないですか。この間メイクしてる時に泣いた時があって、だいたい泣いたりとかあと汗かいたりすると結構目尻の方だけ取れちゃうっていうこと多いんですよ。で今回も泣いた後鏡見る前に、ああ絶対目尻よれてるだろうなって思って鏡見たらよれてないの。こんなことあるんだって思って、ここ最近使ってきたコスメの中で一番びっくりしました。このよれやすい時期、こちらのアイライナー使ったことないっていう方はねぜひ使ってみてください。めちゃくちゃすごいんだよな。でもお湯でオフできるし、何が入ってるんっていう。アイライナー描いていきます。私は目頭側からこんな感じで思いっきり太く描くってわけではなくって目頭側細く描いて、で真ん中は少しだけ太めに描く。太めに描くことによって少し真ん中が盛り上がってるようになるので目がね丸く縦幅があるような目になります。で粘膜とまつげの間もしっかり埋めてあげます。で目尻も少し幅広めに描きます。で幅広めに描いたらそのまま下げる。でアイシャドウを細いブラシで一番濃いカラー取ってラインのエッジをぼかしてあげます。アイライナービフォーアフターはこんな感じです。そしたら次はマスカラです。メイベリンラッシュニスタオイリシャス01番のブラックです。でこのマスカラは結構しっかりと液をつけてくれて割とすぐね乾いてパキッとしてくれるタイプです。ちょっと乾いてから2度塗り3度塗りしてあげるとしっかりとパキッとしたね目力のあるまつげができます。大きいブラシの中ではかなり塗りやすいなという印象ですね。まず1度塗りして少しだけ放置します。で放置してる間に下まつげを別のマスカラで塗っていきます。こちらキャンメイクのクイックラッシュカーラーセパレート、こちらは02番のブラックです。これは限定で5月31日発売で税込みで748円でした。でこのマスカラめちゃくちゃ細いんですよ。下まつげとっても塗りやすいです。細い細い下まつげを塗っていきます。あやばい忘れてた。こちらキャンメイクのクイックラッシュカーラーまつげ化粧量、こちらでマスカラ下地として塗っていきたいと思います。でこれかなり昔からあるものなんですけど、私お湯で落ちないのが嫌いなのであんまりこういうの使ったことがなくって、でもすごいね口コミとかもめちゃめちゃいいのでちょっと今回は使っていきます。でこれはクリアマスカラとマスカラ下地そしてトップコートの役目をしてくれてウォータープルーフです。ちょっと右塗り忘れちゃったけど比較としていい対象ですね。こんな感じのコーム状になっていてすごいね塗りやすい、めちゃくちゃフィットしてくる
くれますね、まつげの根元にも。こっち側だけマスカラ下地塗りました。そしたらマスカラ塗っていきます。まずはラッシュニスタ青いリシャスから。なんか下地塗った方がまつげがしっかりありますっていう感じで、このマスカラ下地はカールキープ効果とかもあるらしいので、しっかりカールさせたい方とかにもおすすめです。上まつげだけだとこっちが下地塗った方、塗ってない方、塗った方が一本一本濃くなってくれる感じ。そしたらより分かりやすい下まつげも塗っていきます。やっぱり下地塗った方がまつげキャッチしやすいですね。違い分かるかな、こんな感じです。でもやっぱり塗った方がパキッとしてくれますね。ちょっと普段使いとしてはお湯で落ちないの私的には痛いんですけど、本当ににじませたくない時、一日外にいる時とかはベース塗ってみたいと思います。でまつげの形が少しだけ真ん中がとっちらかっちゃってるので、そこをピンセットでつまんで一束にします。毛先がやっぱ揃ってた方が綺麗に見えるので、毛先が束感になってないところはしっかりと束を作ってあげます。はい、こんな感じで束になりました。まつげ束作ってあげるときはこういう形のピンセットじゃなくて、平たいつまみやすい感じのピンセットを使ってあげると綺麗に束が作れます。はい、ということでメイク最後はリップ。リップもねちょっと2種類買ってみたんですけど、一つはオレンジメイクにぴったりなこちら、キャンメイクのステイオンバームルージュ T の05番、こちらは税込みで638円でした。手に塗ってみるとこんな感じ、結構ねシアー感あふれるんですけど、時間が経つとね結構定着してくれて、めちゃくちゃ可愛いオレンジカラーです。そしてもう一つはこちら、ロレアルパリのブリリアントシグネチャー309のパーシナモンオレンジ、税込みで2090円。こちらはこんな感じのフェザー型のアプリケーターになっていて、唇の輪郭にフィットしてくれて塗りやすいタイプですね。でカラーはこんな感じ、めちゃくちゃパキッとするオレンジ、こうやって見るとこっちがピンクに見えるぐらいすっごいフレッシュなオレンジです。わあどうしよう、迷うな。でもオレンジメイクとしてこっちの方が映えそう。ちょっとこっちを塗ってみますね。かわいい。でこれはすごいクリアなタイプで、このアプリケーター本当に描きやすい。そしてちょっと斜めになってることによって、それもねまた唇にフィットしやすいんですよ。めっちゃパキッとした。ちょっとティッシュで押さえますね。でこれはティント成分が配合されてて、しっかりとねカラーが定着してくれます。でさっきのこのキャンメイクのねステイオンバームルージュ T もこれもかなり色定着してくれますね。ちょっと塗っちゃう上から。ロレアルパリがすごいパキッとしたカラーなので、少しだけオレピン要素が出ます。ね、かわいい、いい色で、私はやっぱり上からグロスを重ねたいので、こちらキャンメイクのフルーティーピュアオイルリップ04番、こちらはストロベリーソーダというカラーなんですけど、透明なカラーにラメが入ってる感じ、こんな感じです。でちょっと全体を見た時に眉毛だけ浮いちゃってるなと感じたので、チークで使ったキャンメイクパウダーチークスピーダブリュー25番のこのオレンジをアイブロウブラシにとって、少し統一感を持たせるために眉毛に塗ってあげます。本当はアイブロウマスカラする前の方がいいんですけど、ちょっと忘れてたので今やります。思いっきり発色させるってよりは、ほんのり色をつけてあげる感じが馴染むかなと思います。はい、眉毛こんな感じ。はい、ということでこれで薬局で買えるコスメだけでよれにくい夏のオレンジメイク完成です。ちょっと久しぶりにポニーテールしたら遅れ毛多いかなっていう感じなんですけど、髪型もねちょっと夏っぽく仕上げてみました。で今回使ったコスメ結構優秀だったりとか、可愛いもの新作だったりとかもねあったんですけど、私が特におすすめしたいのはこちら、サナの毛穴パテ職人毛穴崩れ防止下地。こちら税抜きだと1500円で本当に崩れにくくて優秀なので、テカリで悩まされてる方だったり、メイク崩れ土砂崩れ張りに起きてしまうんだっていう方とかはこちらがおすすめです。そしてアイシャドウもこのセザンヌトーンアップアイシャドウ08番と、あとケイトのデザイニングブラウンアイズ BR2 番、こちらの2つもすごい使いやすくって可愛い夏らしいカラーだなと思いました。あとはアイメイクでよりにくくさせてくれるこちらのヒロインメイクのスムースリキッドスーパーキープ02番、こちらとキャンメイクのクイックラッシュカーラー、この2つもすごい目元をよりにくくさせてくれるので、ぜひチェックしてみてください。あとは一気に夏っぽくねグーンと仕上げてくれたこちらのロレアルパリのシグネチャー309番、こちらもすっごい可愛いカラーなので、ぜひチェックしてみてください。夏私は本当にすごい苦手なんですけど、でも唯一いいとことしたら、かき氷とかアイスがすごい美味しいっていうところと、オレンジメイクが映える、ここですね。もう夏になるとオレンジメイクだったりオレピンメイク系したくなるので、ドラッグストアで買えるもので今回紹介したんですが、ぜひ皆さんもこの動画を見てオレンジメイク挑戦してみてください。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。この動画楽しんでくれた方、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そして Twitter、Instagram、ミキポンの自由帳リップスもやってるので、そちらの方もチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。川西ミキでした。バイバーイ。